PS5 の発売日と価格情報はデマ。ソニーが否定。本日あるブログが PS5、PlayStation 5の発売日と価格を掲載しました。この情報についてソニーの広報担当者はブログの内容は完全にフェイク。今年10月に PS5 を2020年の 年末商戦期に発売することを発表して以降、公式なアップデートはないと完全に否定いたしました。この PS5 に関するデマは、インターネット上である程度拡散しているようでございますが、皆様、このようなデマに騙されないように注意していただくようお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。